千早口駅は大阪府河内長野市にある南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は NK72。単線時代からの在来駅の一つである。山間にあり、駅の前後をトンネルに挟まれている。駅名からは千早赤坂村へのルートの一つに思えるが、道村千早への公共交通はなく、道路で 8km 以上離れている。 プラットフォーム相対式2面2線のホームを持つ地平駅。ホーム有校長は8両。駅舎は南波方面行きホームの高野山寄りにあり、高野山方面行きホームへは地下道で連絡している。ホームの柵は青く塗られている。無人駅となっており、河内長野駅からの遠隔管理を受ける。当駅のポケット時刻表は河内長野駅でもらうことができる。当駅と 甘見駅までの間が複線化されるまでは、島式ホーム一面二線で、駅舎とは、構内踏切で連絡しており、さらに、南馬駅より進行方向左手には安全側線もあったが、複線化に伴う駅舎、ホームのリニューアルにより当時の面影はなくなった。日中は1時間あたりにから3本が停車する。2019年時の1日平均乗降人員は216人で、 南海の駅全100駅中91位である。各年時の1日平均上行人員数は下表の通り、駅周辺は昔ながらの集落となっている。駅前には商店がある。千早赤坂村千早の金剛山登山口までは約 8km 離れている。ただし、本駅から 3.5km 離れた南海バス、太い停留所まで行けば、 その先の区間はバスが利用できる。千早赤坂村へのアクセスは、とんだばやし駅からバスを使うのが便利である。かつては、駅の東側に南海が経営する、千早口南海フィールドアスレチックがあったが、1996年に閉園した。ありがとうございます。